それは絶対大事だと思うわ、はい、だ特にあの雰囲気的に俺あさみちゃんとかはパリパリなんかこう固めとかないと怒られるんちゃうかなトマトなんだと思ってんのみたいなそんなことはないんですけど、でもやっぱり予約とかはちゃんとしといてほしいですよね。予約ね、あ行っていっぱいでね、それは確かにな、困るような気がするけどね。いや確かにその2人ですけれども、2人ともね、いろんなね特技があって、エレナちゃんはなんとネイリスト検定1級、はい、これどういうことなんですか。はい、出てきましたよ。症状あるじゃん。症状あります。あの、はい、1級取ったんです。結構難しい検定で。あの男にはあの、ね、ネイルってなかなかね、こう、うん、まあ、体験できることもまずはないと思うけど、はい、例えばこれを持ってるとお店を開けるとかみたいな、そういうものもあるんですか。なんかお店を開くっていうより、働くにはあまりそのこの1級がなくても大丈夫なんですけど、働いてる人たちの中で目指すのが1級、うん、わすごいじゃん。2級はみんな持ってるんですけど、1級は、はい、なくて、え、はい、その ネイリストの1級を目指そうと思ったきっかけは何やったんですか。あの専門で通って私勉強してたんで、はい、極めようと思って。はじめにじゃあネイリストになりたかったんだ、はい、そういうこともなくて、なんか美容関係のお仕事に就きたくて、ほうほうほうはい、初めはきっかけ で、はい、でいつの間にか今日はね、今日も爪も綺麗ですけれども、ちょっと見てもらいましょうよ、カメラで。え、これは自分で、女の子的にはつみちゃんとかこういう爪見て、はい、自分でできるってすごいの。すごいですし、私がまず憧れるのは、私ピアノやってるんでできないんですよ。ああ、なるほど。短いし、あんたピアノ20年らしいな、はい、ちょっと後でそれ弾く。あ、そうなんです、すごい羨ましいですよあ、そう、自分でできるのはもちろん。これはちなみに自分でどれぐらいの時間でできるものなんですか。これは1時間半とかでやりましたね、はい。その検定の2級と1級の差は何なの、それネイリストの。人工爪って言って、はいはいはい、長くするつけますよ、ね、やつがあって、うん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 、それをスカルプチャーって言うんですけど、それが入るか入らないかっていう、それをなんていうの、検定ですごい厳しく形だとか、その人の指に入るか入らないかってこと、はい、作るんです。なんか難しいなるほどな、はい、なんかそういうことです。そういうことです。なんか、まあ、女の人は分かると思うんですけど、はい、なるほど。それを綺麗にできるかできないかで。じゃあ今日はね、あさみちゃんはピアノが20年なんですけど、はい、彼女はちょっと今じゃあやってないんだね、ネイルはね。何にもできない。何もできないんだ。爪も短くしてなきゃいけないんで。あ、そうなんだ、はい、なのでせっかくなんで今日は道具もあるので、はい、ぜひ。私がじゃあね、初めて男が爪をいじるってなかなかないでしょ。俺割と今ドキドキしてるんですよぶっちゃけなんかドキドキしてるんですけど、僕どの指でやったらいいですか。ちょっと待ってください。どれがいいかな。ごめんね、こんな手で、ごめんね、こんな爪でごめんね。でも最近多いらしいですよ、うん、男性でもネイル磨いたりする、ね、親指でいいですか。親指でいきましょうか、はい、名刺渡す時とかね、すごい綺麗になるらしいですよね。これイメージがいいでしょ、ね、それね、そうなんです。男性がねやったりとかするらしいですけども、はい、まずは、はいはい、まずは爪を磨いてピカピカにします。はい、はい、お願いします、はい、爪磨いてください。はい、ほう、はい、トマが興味津々。おー、トマト後でやってるからなペットのネイルってあるのかな。あ、でも、うん、なんか塗ったりするみたいですね。マジで、うん、マニキュアとか、うん、見えないですけど、この子の場合は。てか、今のだけでもピカピカだね。はい、むちゃくちゃピカピカに。これ何したんですか、今。これは、こういう、なんていうの、バッファーって言って、はい、ヤスリみたいな。こうヤスリみたいなやつがあるんですけど。これ触っていいの。はい、触ってください。もうツルツルです。これ、ちょっと寄ってもらいます。これ女性がハマるの分かるよ、はい、分かる分かる、全然違いますよ、ね、分かる。ビフォーアフターです分かります。すごいね。はいはいはい、こうなりました、はい、で次はベースコート塗ってきます。ベースコート、はい、はい、わあ。これやってる時って他の作業できないですよね、はい、女性の人ね。洗い物とかできるんですか。そうですね、でも皆さんすごい凝ってらっしゃる方は手袋とかしてまでやってるみたいですね。でベースコート塗ったので、はいはい、次は、はい、秋なんでブロンドの、ブロンド、はい、茶色のカラーを塗ってきます、僕ブロンドです
これ本当はもっと時間かけてやるもんですか。そうですね、なるほどね、ちょっとサクサクと今やってます。今じゃあのこの生放送というかこの時間内に仕上げてくれるということで、はい、はい、はー綺麗になってきましたね。はい、あの二度塗りが基本なんで一応二度塗りします。やっぱりあさみちゃんもピアノを弾くことがなければやってみたいですか。やりたいですね。爪長くして絵描いてみたいです。絵を描いてみたい。あ、爪にね、こういうふうに、あ、はい、というか今このエレネちゃんの爪とかもこういろんなもの載ってるでしょ。これスワロスキーとかさ、はい、載ってます、ね、いろいろありますけども、はい、3D とスワロスキーを、はい、こうやってもらってる間ちょっと時間があるの で、はい、で実はあのあさみちゃんもですね、はい、スワロスキーはすごいんですよね。あの自分でも作ったりもするでしょ、はいはい、ちょっとあの作品持ってきてもらいましょうよ、ストロークにね、せっかくだから、はい、で、これで、はい、ちょっとあのあさみちゃんスワロフスキーがすごいできるので、はいはいはい、デコってもらいます。これにデコって、はい、あ、これ私の、すごいでしょ、みんな見てよこれこれ元々は何なんですか。普通の300円の貯金箱です。が何円になったのこれ数万円数万円ぐらいこの石だけでね、本当にね、貯金をする前に金貯まっちゃったみたいな感じ。そうなんですよ、だから500円貯金してるんですけど、ね、はいはいはい、あ、乾いちゃった、あ、乾いちゃった、あ、ほんと、ちょっと待ってね、はいはいはい、え、これをどういう風に売ってるもんなんですか、このスワロフスキーは。聞いてる俺夢中になってるもんな、二人な、はい、はい、ネイリストはあの問屋で買うんですけど、あさみちゃんは。私ネットとかで買ってます。ネットで買うんだ。ネットで、インターネットで。これはちなみにどれぐらいでできるもんなんですか、この貯金箱は。これは日数私は、うん、2、3日に分けたんですけど、でもやる気を出せば1日でできますよ。マジで。はい、その間何してんの、喋らへんのやっぱ。いや、テレビ見たり、テレビ見たりとか普通にしながらできます。ああ、普通にしながらできないでしょ、だってこれ、他にもあのシャーペンとか、エリナちゃんそれちょっと見せてあげてくださいよ、カメラにね。それ香水入れですか、ちっかいのは。香水入れ、そうです、アトマイザーです。すごい、これで暇人って言われますよ、よくこれ今までもうやり始めると止まらないの、ね、やっぱり。そう、止まらないです。へえ、夜寝る時間を削ってやってんだやっちゃいますね。はあ、やっぱりこういうこと、なんか細かいことやるのが好きだったりとかするのかな。じゃあな、そう、ちまちました作業が大好きなんです。ちなみにこれもう仕上がったんですか。あ、うん、あ、なんとなく仕上がったんですか。あの、じゃあ完成、これ作品名は何ですかね、この作品名。秋へようこそ。秋それでは発表します。秋へようこそ、ね、ビフォーアフターでございます、ね。でもあのこれ確かにこうなんていうの、見てても楽しいんでしょ、女性って。そうです ね、今あの初めて感じるこの体験、なんていうんですか、この実感みたいな。あの爪がキラキラしてるとこうずっと眺めちゃいますよね。眺めちゃいます。そうなんですよ ね、これはね、はい、全部の指があったらあの傷つけないように大事にしようっていうのは分かりますよ、女性がね、うん、あ、ネイルの楽しさはどこですか。楽しいです。楽しい、はい、やっぱり楽しいの、はい、どんなところが楽しいんですか。なんか、うん、可愛いのを作り上げてくっていう、なんか満足、自己満なんですもん結局、こういうのって。でもさ、はい、タレントさんモデルもできて一級持ってるってなかなかいないんじゃないの。そうです ね、はい、自分でなんか教室とかも開けるじゃん、なんかですね、ちょっと頑張ります私。いいじゃないですか教室を開けるというと彼女もすごいんです。